どうも、菊之進です。今日は仕事のモチベーションを一瞬で上げる7つの方法をご紹介します。なんとなく気分がどんよりしてやる気が出ない、やらなきゃいけないのにモチベーションが低い、休み明けで気が重い。そんなあなたに、モチベーションが高い状態で仕事をするのと低い状態で仕事をするのとでは、効率も結果も随分変わってきます。それなら少しでもモチベーションを上げていいスタートを切りたいですよね。そこで今回は、今すぐできて速攻で効く仕事のモチベーションを上げる方法をお届けします。体の中にある気だるさを吹き飛ばし、仕事に対するエンジンをかけたい人におすすめです。一緒にモヤモヤを解消しましょう。あなたのやる気スイッチを入れるお手伝いができれば幸いです。それではどうぞ。1番目です。ご褒美を想像する。突然ですが、今日の仕事が終わったら自分に何かご褒美を用意していますか？もしなければ、今この瞬間にあなたにとって楽しいものや嬉しいことを自由に思い浮かべてみてください。美味しいものを食べるでもいいですし、気になっていた漫画や小説を読む、マッサージに行くとかでもいいです。仕事が終わってからのちょっとした楽しみやご褒美をイメージしましょう。東大ドクター流やる気と集中力を引き出す技術、やるべきことがみるみる片付くの森田俊博先生によると、何か作業をするときになんとなく漠然とやるのと、ご褒美がもらえると思って始めるのでは頭の中は全然違うと言います。自分への報酬を用意する方は、脳内物質であるドーパミンというものが大量に分泌されます。これはやる気ホルモンと言われ、あなたのやる気を高めてくれます。一方で、なんとなく漠然と始める仕事はただただ辛いだけで、ダラダラと時間だけがかかってしまいがちです。この時ドーパミンは全く出ていません。そんなわけで、あなたにとって辛い仕事になりそうだなと感じたら、積極的にご褒美を準備しましょう。僕自身はツタヤの新作コーナーをさまよって、面白そうな映画を見つけて、家でお菓子を食べながらゆったりと鑑賞するのを楽しみにしています。コンビニの新作スイーツを楽しみにするという人もいますよ。2番目です。背筋を伸ばす。胸を張り、背筋をピンと伸ばした姿勢は、たったそれだけでやる気や積極性を高めてくれます。ハーバード大学の社会心理学者であるカーディ博士によると、背筋を伸ばし堂々とした姿勢を取らせた被験者と、背筋を曲げた猫背の姿勢を取らせた被験者、両者を比較したところ、姿勢のいい被験者は積極性や前向きな思考、行動力や自信などを高める効果のあるテストステロンというホルモンの分泌が増えることが分かったんです。それと同時に、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの分泌も少なかったそうです。これについては、科学的に元気になる方法を集めましたという書籍でも紹介されています。ストレスを感じているときは、背筋を伸ばすだけでも頑張るぞと前向きになりやすいんですね。1秒でできるので、ぜひお試しください。3番目です。持ち物に赤色を取り入れる。色彩心理学の観点から言うと、赤色のアイテムを身につける、もしくは身の回りに置くのが、モチベーションアップに効果的です。赤色は交感神経を刺激し、何かをやろうという意欲を駆り立ててくれる色です。今日は気合を入れたいという日は、積極的に服や小物に赤を取り入れ、目につくようにしましょう。ハンカチやネクタイ、アクセサリー、ペンやポストイットなどなど、赤色のものを取り入れて時折眺めるようにしてみてください。4番目です。頬を叩く。両手で頬をパチンと叩いて気合を入れる。今更と思われるかもしれませんが、こちらも効果的です。世界で活躍するレスリングや水泳、陸上のオリンピック選手が、よく試合前に自分の顔や体を叩いていますよね。あれは何をしているのかというと、叩いて気を引き締めているんです。そうすることでアドレナリンが分泌されるので、やる気を奮い立たせることができます。緊張をほぐし、これから行う競技に集中する、いわばルーティーンの一種です。人体において最も痛いと感じる部位はどこかご存知ですか？前腕と太ももです。この部位に人が痛みを感じる痛点が最も多いと言われています。頬を叩いてあまり効果を感じられなかったら、腕や足を少し強めに叩いてみるといいでしょう。5番目です。コンビニで買えるやる気の出る食べ物。覚醒を促し、やる気をアップさせ、集中力維持にも効果的な食べ物を紹介します。近くのコンビニで入手できるものを4つに絞りました。1番目です。ミントのガム。ガムを噛む、咀嚼するという運動は、脳の血液循環を促すことで知られています。脳が活性化し、集中力も上がるので、会社までの通勤の時間帯にお試しください。ミントは爽やかな香りと清涼感が強いので、リフレッシュできます。僕自身はこれが一番よく効きます。2つ目です。コーヒー。改めて言うまでもありませんが、コーヒーに含まれるカフェインには覚醒作用があります。眠気覚ましの特効薬です。コーヒーが苦手な人は、紅茶にもカフェインが含まれているので代用できます。3つ目です。アミノ酸飲料。
やる気ホルモンのドーパミンや気持ちをリラックスさせるセロトニンはアミノ酸からできています。これは肉や魚に多く含まれますが、食べる余裕がないときはアミノ酸飲料で手早く摂取できます。4つ目です。チョコレート。チョコレートには脳の栄養源であるブドウ糖に加えてカカオも含まれています。カカオにはテオブロミンという成分があり、集中力や記憶力、思考力を高めてくれることで知られています。以上4点、補給しつつ仕事のモチベーションを上げていきましょう。僕も先ほど近くのセブンイレブンで購入してきました。いまいち調子が出ない時にこれが重宝します。チョコレートはカカオの含有量が多いブラックチョコレートがおすすめです。6番目です。お気に入りの音楽を聴く。好きな楽曲を聴くといい気分になりテンションが上がりますよね。この時頭の中では何が起こっているのかというと、やる気ホルモン、ドーパミンが大量に分泌されているんです。脳のやる気スイッチはオンになり、音楽を止めてもしばらくは脳の活性状態がキープされます。気分が乗る、ウキウキする、目が覚める、楽しくなる、ゾクゾクする、そんな音楽を選曲しましょう。なかなかいい曲が思い浮かばない場合は、昔よく聴いていた好きで何度もリピートしていた曲がおすすめです。過去にハマっていた曲でも改めて聴くとやっぱりいいなと感じ、モチベーションが上がります。7番目です。モチベーションが上がる言葉をお届けします。心に響く、やる気が出るような偉人の名言を厳選しました。僕自身励まされ頑張ろうと思えたものをピックアップしています。それではどうぞ。 M. スコット・ペック。勇気とは恐怖を感じないことではない、恐怖を感じながらも行動できることである。ラルフ・ワルド・エマーソン。行動に際してあまりに臆病になったり神経質になることがないように、人生のすべてが実験なのだ、実験すればするほどうまくいく。ピーター・デイビス。モチベーションは精神の食物のようなもの、一度に多くは食べられない、絶えず補充してやる必要があるのだ。プラトン。自分に打ち勝つことは勝利のうちで最も偉大な勝利である。長森重信。人間の能力というのはそんなに大きな差はない、人の能力の差なんて天才は別にして秀才まで入れても最高5倍、普通は2倍ぐらいだ、しかしやる気の差は100倍ある。アルゼンチンのことわざ。何かができる環境にある人よりもやる気がある人の方がことを成就する。安藤美冬。朝は必ず一杯のコーヒーを飲むという習慣も続いています。コーヒーの銘柄も決まっていて、ミルクポーションを3つ入れるのがルールです。このコーヒーを飲んだらモチベーションが上がってパワーがみなぎってくると、パブロフの犬のように自分に条件付けているんです。アーネスト・ニューマン。偉大な作曲家たちは意欲が湧いたから作曲に取り組んだわけではない、取り組んだので意欲が湧いたのだ。三浦知良。上を向いている限り絶対にいいことがある。マイケル・ジョーダン。運命よそこをどけ、俺が通る。寺山修司。振り向くな振り向くな、後ろには夢がない。ナポレオン・ボナパルト。じっくり考えろ、しかし行動する時が来たなら考えるのをやめて進め。以上です。最後まとめになります。仕事のモチベーションを一瞬で上げる7つの方法は次の通りです。1. ご褒美を想像する。自分への報酬を用意するとやる気ホルモンのドーパミンが大量に分泌され、あなたのやる気を高めてくれます。2番目です。背筋を伸ばす。胸を張り背筋をピンと伸ばした姿勢はたったそれだけでやる気や積極性を高めてくれます。3つ目です。持ち物に赤色を取り入れる。色彩心理学の観点から赤色は交感神経を刺激し、何かをやろうという意欲を駆り立ててくれます。4つ目です。頬を叩く。両手で頬をパチンと叩いて気合を入れることでアドレナリンが分泌され、やる気を奮い立たせることができます。5つ目です。コンビニで買えるやる気の出る食べ物。ガム、コーヒー、アミノ酸飲料、チョコレートの4点をご紹介しました。6つ目です。お気に入りの音楽を聴く。気分が乗る、ウキウキする、目が覚めるような楽曲を聴くとやる気ホルモン、ドーパミンが分泌されます。テンションを上げてそのまま出社しましょう。7つ目です。モチベーションが上がる言葉をご紹介。背中を押してくれるような偉人の名言をお届けしました。以上になります。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。いってらっしゃい。それではまた。さようなら。